いません、シラを切るつもりか。知らんものは知らんのだ。お侍、あなたからも言ってやってくれ。何をか申してみよう。失礼を。私は三郎、ウムギでは名の通った秋人でして。名があるからなんだというのだ。なぜ皆を脅していた。身内の行方が分からず、あやつらに話を聞こうとしただけです。何か知ってるに違いない。家族はここで何を。皆で島を出るためここで落ち合い、壱岐へ渡る手はずでした。海へ出る。猛虎が陣取っておるぞ。そのために仲立ちに大枚をはたいた。気に食わん連中ですが、すでに多くの者に手を貸したそうです。息子の丈太郎は泣き止まず、妻の秋は怯え、私が何とかしなければと。しかし二人は消えた、仲立ちと共に。あやつらは何か隠してるんだ。俺が話を聞いてみよう。口出しするでないぞ。承知しました。ただし加減はなさらぬよう。おのおのこちらへ。聞きたいことがある。こやつの身内が先日まで野営におったらしい。見た者は。おらぬか。ならば島から出すと持ちかける仲立ちを知っておる者は。あの、見た覚えがあります。女と玩具を持った幼子でした。どこへ行った。それは存じませんね。そういったものは見ておりません。一人ずつ話を聞こう。島を出る話をしていた家族は。裕福そうな家族は誰も。長太ならいくつか言葉を交わしておるかもしれません。どうか切らないでください。何も知りません。往来が多いのであまり確かなことは。逃げおったぞ。捕らえろ。おい待て。俺は何も知らん。追わないでください。なぜ逃げる。止まれ。俺じゃない。訳を聞こうか。仲立ちが来てあの男の妻子を連れて行きました。後を追ったら見つかってしまい、誰かに話せば殺すと脅されて。案ずるな。俺が守ってやる。二人はどこへ運ばれた。西の海岸にある物見櫓へ。そこに船があるのでしょう。待たせてしまったな。助かった。ありがとうございました。もう安全だ。どうぞ何かのお役に立ててください。三郎の妻子はどこにおる。俺も行く。相手はたった一人だ。
調べる。宮田近くにいるぞ。調べろ。ああ、逃がしなさい。目の前に望みをぶら下げてやれば何だって信じやがる。確かに。さてと、終わらせるとするか。悪いが船を出すのは無理だってよ。何をする。金なら払う。助けてくれ。黙っていろ。助かりました。無事でよかった。どういうことです。船があるという話だったのに。連中はお主らを殺し金を奪う算段であったのだ。女や子供は一緒におったか。いや、我々だけです。さようか。三郎の家族はまだ近くにおる。女と子供、死んで間もない。これは三郎の息子のものであろう。知らせてやらねば。お帰りで。それで私の家族は。これを見つけた。ん？丈太郎の。どういうことだ。仲立ちがたばかりおった。船などなかったのだ。なぜ。私は海に一の秋うどたばかるなど。無念だ。家族は手遅れであった。だが仇は打っておいたぞ。誰も救いもせずに。お主それでも侍か。己が役立たずが。なんと昔かと。許さんぞ。三郎、恨んでも仕方ない。残りの金を用いて島の民を助けてやるのだ。その前に二人を埋めてやれ。酒井様。どうかお気をつけて。いかにしてハーンを殺してくれよ。溺れ死なすか。いや、生きながら燃やし、足立殿の恨みを晴らす。太刀を鍛えて差し上げましょうか。賢治、何をしておる。
酒井様、祈りが通じました。どうせまた揉め事であろう。申し開いてみろ。実は俗に金を借りたんです、肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します、返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっ切る気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ。酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました。人助けはせめんが、やり方を変えろ。足は本当にバカだ。俺に尻拭いをしろということか。もしゴンが襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたびは手を貸そう。ありがたや。俗に返す金は持ってきたのか。もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っております。案内を。揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか。嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ。3度。堅実な商いをしろ。それも命がけですよ。最初の品は坊主んとこの酒でしたし。まさか盗んだというのか。もし捕まっても多めに見てくれそうでしょ。知恵を絞ったのだな。そうでしょ。だけどあいつら僧兵でして、太刀や薙刀を持ち出して。きっとまだ探してますよ。世話しない男だ。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出た錆というものだ。顧みるべきだな。あの橋で落ち合います。歩きましょう。橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。ではもしもの時のための合言葉を。これどうです。お元気で何より。好きにしろ。あ、賊だ。罠だったか。騒ぎを起こさずに賢治を守らねば。なんでまたこんな偏僻なところに。ここなら俺が丸腰だと。またご冗談を疑うもんですか。金はどうして。もちろんここに。まったく、どうしてこんなことになったのか。足にもさっぱりだな。まあ気にすることはない。金の話をしたいわけではない。賢治を殺すにしては数が多すぎるな。浦に行ったことはあるか。そりゃもう飽きないで。ええ。で、アザモノでの漁師と知り合って話を聞いたのだ。クロードが猛虎を一掃し、ついでに鍛冶屋も消えたらしい。クロードの話なんてデタラメですよ。分かってる。だが一つ気になった。クロードが現れる前、浦に飽きうどがして猛虎に酒を配っていたさ。そんなんじゃおまんま食えませんね。だが敵の目を欺くことはできる。そのおかげでクロードは村に入れた。つまりクロードは日頃酒売りに化けてるってことですか。いいや、そんで望みが残した。こいつを倒せ。キロの子だ。助けて。もうここまで降りそう。
また借りができてしまいました。いくつ貸せば済む？お返しします。酒ででも蔵ででも。それとも賢治、なぜ千なきことに命を落とすのだ？船内なんて全ては飯と金と寝床のため。お前は鷹を救った上薬も配っておるではないか。そんな褒めないでくださいよ。お前には才がある。対馬を救うために力を尽くしてくれ。そうします。名誉なくして賢人なし。